こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではサイズ感というテーマでお話をしてみたいと思います。服を選ぶときに様々な要素を見る必要があるかなと思うんですけども、代表的なものは例えばデザインですね。どんなデザインの服を選べばいいのか、ここはすごく重要だと思います。そして2点目に色選びというところも非常に大切かなと思います。同じデザインの服でも色が変わると全く雰囲気が変わりますので、色何を選ぶのかはすごく重要なのかなと思っています。そして3つ目に重要なのが、今回テーマとしたいですね、サイズ感というものなんですね。まあ、同じデザインの服でもサイズが違うだけで印象はまるっきり変わってくるので、このサイズ感というところ非常に重要度が高いのかなと感じています。でサイズというのは実はですね、時代のトレンドとか流行によって大きく正解の形が変わるということ、まずはここをですね、皆さんに理解していただきたいなと思っています。特にこの十数年はタイトシルエットというものが全盛で、この期間がかなり長かったんですね。ちょっと話はずれますけど、先日たまたま入ったお店でボアの曲が流れていたんですね。その曲の中でタイトなジーンズにねじ込むというフレーズがあったんですね。皆さんもきっと頭の中に曲が流れてるかなと思うんですけども、この曲がリリースされたのは2002年頃なんですね。今からなんと18年前なんですね。その前後ぐらいからですね、おしゃれな人はタイトなジーンズを履くことが多くて、まだその当時というのはジーンズにしてもボトムスにしても細いものってそんなに多くなかったんですよね。そこに新たなトレンドとしてすごい細身のジーンズが出てきて、当時おしゃれな女性ですとか男性はこぞって細身のジーンズを履いたわけなんですが、まあ、それを象徴するようにタイトなジーンズに自分の足をねじ込むという表現を使ったわけですけども、その曲が出てからもう18年経ってるわけですね。つまり日本においてこのタイトなシルエットというのはもう20年近く続いていることになります。まあ、その反動でもあるかなと思うんですが、タイトなものではなくてビッグシルエットと呼ばれるようなゆとりのあるサイズ感を好む方もこの数年はかなり増えてきたかなと思います。最初にこのビッグシルエットというものが出てきた時には僕は絶対これは流行らないだろうなと思ったんですね。あまりに僕たちの目ですとか感覚がタイトなものに慣れてしまっているので、そこからビッグシルエットというものを見てしまうとどうしてもやぼったく見えるし太って見えてしまうんですよね。ですのでそういったものに僕も感覚が慣れなかったんですが、ただビッグシルエットというのもこの 1,2 年で流行ったものではなくて、もう5年ぐらい前から徐々に少しずつ増えてきたものなんですね。ですので最初のうちはピラミッドの頂点のすごくおしゃれに敏感な人たちが取り入れたビッグシルエットというものが徐々に下ってきて、少しずつですね浸透してきたのがビッグシルエットというものなのかなと思います。今現状のサイズ感というのはタイトシルエット、細身のものというのはこれはこれでも定番化していて、決して旬というわけではないんですが、間違いのない選択肢なのかなと思っています。一方でビッグシルエットというものは少しずつですが市民権を得られてきている段階なのかなと思っています。ですので今はサイズ感の正解というのが結構幅広いんですね。タイトなものもいいし、ビッグシルエットもいいし、ビッグシルエットとちょっと抵抗感があるなという方はその手前のややゆったりめのサイズ感もあるし、ジャストサイズという選択肢もある、様々なサイズ感の正解があるわけですね。このサイズ感というのは人によって正解が変わっていくのかなと思いますので、まあ、今回の動画では僕の私物の T シャツを着ながら、まあ、サイズ感によってどのような見た目の変化が出てくるのかというところを皆さんにぜひ見ていただきたいなと思っています。人によってもどれが正解か違いますし、あとは年代によっても正解の形って変わってくるのかなと思っています。今回の動画を参考にしながら皆さんの今後のサイズ選びというところを一つ見直すきっかけにしていただきたいなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからは実際に僕が私物の T シャツを着ながらサイズ感というところを比べていきたいなと思っています。今回ご用意した T シャツは3つの種類になるんですね。まず1つ目は割とタイトめなシルエットのものになります。そして2つ目がややゆったりめのサイズ感のものですね。こちらも用意をしています。そして最後3点目がかなり大胆にサイズをアップしたビッグシルエットの T シャツを用意しています。それぞれ実際に着ながらその違いというところを皆さんに見ていただきたいなと思っています。まず1着目タイトなシルエットの T シャツを着てみました。どうでしょうか。今僕が着てるのは動画の中では結構定番的になってるかなと思うんですが、サダデーズニューヨークのですね T シャツになります。サイズは XS というものを購入しています。このシリーズの T シャツ
は僕はもう十数枚買っていまして、たくさんのバリエーションを持ってるんですが、すべて X サイズのですね、ジャストサイズのものを選ぶようにしています。どうでしょうか。見ていただくと身幅もですね、体にフィットしているので無駄な部分がないのかなと思います。あとは袖丈もですね、結構短めになってますし、袖のフィット感というところもかなり高いのかなというふうに思っています。このようなサイズ感というのが数年前までは正解だったのかなと思っています。僕が1冊目の本を出したのは今から5年ほど前なんですが、その頃はこのサイズというのがまさに王道で、それ以外の選択肢ってあんまり多くなかったんですね。ある意味でサイズ感というのが分かりやすい時期だったと思うんですが、今ではこのサイズ感というのはベーシックで定番的ではあるかなと思うんですが、今っぽさというところはちょっと出にくいのかなというふうに思っています。このようなサイズ感の T シャツが似合うのは割と大人の男性ですね。30代後半40代の男性で定番オーソドックスなものが好きな方はこういったサイズ感が良いのかなと思います。ただこのようなジャストサイズの T シャツを着れる体型の方というのはある程度限られているのかなと思っています。細身の方ですとか普通体型ぐらいの方まででしたらこのようなサイズ感もいいんですが、ぽっちゃり体型になってしまうとどうしてもですね、タイトなシルエットだとお腹のシルエットがぽっこりと出てしまうのであまり見栄えが良くないんですね。ですので年齢ですとか体型によってこのタイトなフィット感が似合うかどうかは分かれるんだというところ、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。僕自身はこのサイズをどう着てるのかというと、このように1枚で着ることというのはほとんどありません。基本的にこのサタデーズの T シャツというのは内側に着るものとして活用しています。僕はこの上に例えばカーディガンですとかジャケットを羽織ることで重ね着の一部として活用するようにしてるんですね。こちらにネイビーのジャケットがあるので上に重ねて着てみたいと思います。はい、上にネイビーのジャケットを重ねてみました。このように重ね着をする際に T シャツのサイズがゆったりだとどうしても収まりが悪かったりするんですね。できればジャケットと T シャツの裾の長さというのはジャケットの方が長くて T シャツの方が少し短めの方が収まりがいいのかなと思うんですが、ビッグシルエットの T シャツを着てしまうと結構着丈が長かったりするのでジャケットの下から T シャツが覗いたりするんですね。このバランスがやはり賛否両論があるので僕は収まってる方が好きなんですね。ですのでこのように重ね着を前提で T シャツを着るときにはなるべくコンパクトなサイズのものを選んで上に羽織るものとのバランスがいいようなものを選ぶようにしています。もし皆さんがきれいめのカジュアルですとかビジネスカジュアルの場面でこのような T シャツを活用するのであれば、できればジャストサイズのものを選んでいただきたいなと思っています。続いてややゆったりめの T シャツに着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。どうでしょうか。先ほどのタイトな T シャツと比べるとどこが具体的に違うのかと言いますと、まずはですね、袖のフィット感が違うんですね。先ほどの T シャツは結構袖がピタッとタイトにですねフィットしている状態だったんですが、ややゆったりめの T シャツというのは少しゆとりがありますよね。手と袖の間に空間ができる、これがややゆったりめの T シャツの特徴かなと思っています。袖前の印象が違うのと、あと身幅ももちろん大きくなっています。そして着丈に関してなんですが、実はですねそこまで大きく違いはないんですね。ビッグシルエットの T シャツの中でも身幅にはゆとりがあるけど着丈はそんなに変わらないものがあるんですが、こういったものの方がまず最初には取り入れやすいかなと思っています。これで着丈まで長いと服に着られているような印象になってしまうことも多いので、意外とこのようなややゆったりめの T シャツの方が僕たち30代40代の男性には似合いやすいのかなと思っています。このような T シャツのメリットはいくつかあるんですけども、まずは体にフィットしすぎてないので体型を隠すことができるということ、これはめちゃくちゃ嬉しいメリットなのかなと思っています。お腹がぽっこりと出てる方もこのような少しゆとりのある T シャツであれば体のラインを拾いすぎないのでお腹周りを隠すことができるんですね。一方でかなり痩せ型の男性に関しても線の細さというところをこのようなゆったりめのシルエットで隠すことができるので、様々な体型の方にすごく似合いやすいのかなと思っています。しかも最近のトレンドとしてはタイトなものよりもゆとりがあるものの方が今っぽいと感じられるような流れの中にあるので、このようなサイズ感を選ぶことでちょっと旬な雰囲気が出しやすいのかなと思っています。体型も隠せるし今っぽいしハードルが高すぎないというところで、僕は今回ご紹介する3つのサイズ感の中でこのややゆったりめのサイズ感というのが一番僕たちの世代には使いやすいのかなと思っています。僕自身タイトなシルエットのものを何年も何年も着続けてきたので、最初はですねビッグシルエットというものがなかなか馴染まなかったんですね。そういった時にこのようなややゆったりめのものから着てみるとですね、だんだん感覚が慣れてきたんですね。一度慣れてしまうと今度は
タイトすぎるものを着るとなんかしっくりこないなというふうに感じるようになりました。それぐらい慣れの力ってめちゃくちゃ大きいかなと思いますので、まずは皆さんもですね、このようなややゆとりのあるサイズ感というところから始めてみるといいかなと思っています。僕が今着ているのは去年購入した N ハリウッドというブランドものなんですが、最も身近なのはユニクロ U のですねエアリズムのシリーズですとか、あとはポケット付きの T シャツなんかはややゆったりめのシルエットになっていますので、そういったものからトライをしてみると意外とビッグシルエットの入り口としては入りやすいのかなと思っています。ユニクロ U よりももう少し予算を上げたいなという方はユナイテッドアローズグリーンレベルのですねポンチ素材の T シャツがすごく作りがいいので、そちらの方もチェックしていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。最後3点目にご紹介したのはこちらのですね最も大きなシルエットの T シャツ、これこそいわゆるですねビッグシルエットと呼ばれるような T シャツになるのかなと思っています。まあ、これは最近購入した日本のカラーというブランドのものなんですが、かなりですねゆったりめの設計になっています。いくつかサイズ展開があるんですが、こちらのサイズで一番小さいものを選んでるんですね。一番小さいものでもこれぐらいゆとりがあるのが、まあ、いわゆるビッグシルエットというものなのかなと思っています。比べてみると袖丈もだいぶ長いですね。先ほどのややゆったりめの T シャツよりもちょっと長めですし、より袖周りのフィット感というところもルーズになっていますね。身幅に関してもこれぐらいゆったりしたいので、かなり大胆なシルエットになっているかなと思っています。あとは着丈ですね、これもかなり長くなっているのがわかるかなと思っています。意外と先ほどのややゆったりめの T シャツというのはそこまで丈が長すぎなかったんですが、今回のビッグシルエットの T シャツは丈も結構短くてお尻がしっかり隠れるぐらいの長さになっています。このようなシルエットというのは正直去年では僕は買うことができなかったんですね。でもビッグシルエットというところに少しずつ目を慣らしていって、僕自身いろんなものを着ていく中でようやくですねこのようなサイズというものにも今年トライすることができました。さすがにこれぐらいのサイズ感になると似合う方はだいぶ限られてくるかなと思います。今までいろんなファッションを経験してきた方ですとか、トレンドを取り入れることが好きな方なんかはこのようなものにトライをしてみるのも良いのかなと思っています。まあ、夏場に関しては T シャツ1枚が主役になる着こなしになるのかなと思っています。まあ、その時に大胆に今っぽさだとかトレンドというものを取り入れたいのであれば、このようなサイズ感というものにもトライをしてみるのも良いのかなと思っています。僕自身初めてこのようなシルエットのものを今回買ってみたわけですが、まあ、実際に着てみるとやっぱり気持ちが慣れるにつれて楽しくなってくるんですね。まあ、最初はちょっと違和感があったんですが、目が慣れてくるとなんかこう新鮮な感じがしたりワクワク感みたいなものが出てくるので、着ていてすごく気分がいい一着だなというふうに感じています。今動画を見てくださってる方は普段の僕のスタイルに見慣れてるかなと思うので、かなり大きいものを着てるなという感じに見えるかなと思うんですが、こういったものも慣れかなと思いますので、まず1年目はややゆったりめのサイズ感から試してみて、そういったものに慣れてきたらその先にビッグシルエットというものがあるということを頭の片隅に置いていただくのが良いかなと思っています。ただこういったものは誰にでも似合うようなものではありません。正直一部のファッションが好きな方に似合うものなので、先ほどご紹介したややゆったりめのサイズ感ぐらいで抑えておくというのが一般的に良いのかなと思いますので、この点もぜひ理解していただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではサイズ感によってどのように見え方が変わるのかというのを実例を用いながら皆さんにお伝えをしてみました。いかがでしょうか。3つご紹介した中でどれがしっくりくるかというのは人それぞれ全然違うかなと思います。オーソドックスなサイズ感が好きな方もいらっしゃるかなと思いますし、ちょっと今っぽさを感じるややゆったりめのサイズ感に魅力を感じる方もいるかなと思います。一方で今僕が着ているような大胆にサイズが大きいものに対して、あ、今っぽくていいなと感じる方もいるのかなと思います。これはご自身がしっくりきたものをまずは選んでみるのが良いかなと思います。そして目が慣れるかどうかも大切なので、今は見慣れなくてもあえてサイズの大きいものを着てみるというのも自分の価値観を広げるという分にはすごくいいチャレンジなのかなと思っています。僕が今着ているビッグシルエットの T シャツというのは僕にとっては非常にチャレンジングなものなんですが、自分の価値観を広げる良いきっかけになりましたし、すごく気に入っています。ぜひ皆さんもマンネリ化したファッションというのを打ち破るためにサイズ感というところを大胆に変えてみるということを取り入れていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。